このメーカーの読み、ずっとアフールだと思ってた。というわけで。やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、アフーのカンター、10万円を超える、重量級のイヤホンとなっている。このブランドは、設立当時から、いろんなイヤホンを聞いてきたんだけど、どの商品も、ネットワークボードの特許、そして、内部音響管構造の特許に基づいた、独自の設計を持っていて、空間の響きと、全体のバランスに注力した、優しめのサウンドのイヤホンが多い印象だ。特に、価格と性能のバランスが取れていて、かつ、落ち着いた音色を鳴らしてくれる、パフォーマーシリーズが代表作のブランドだな。そのアフーが送り出した、まさかの超マルチ BA イヤホンが、このカンターとなる。14台の BA ドライバー、というと、とにもかくにも台数がすごいんだから、なんだかものすごい音が出るに違いない。と、考える人は多いはず。実際には、フル BA イヤホンはすごく難しいジャンル。BA 数が増えれば、音色のシャープさは損なわれていくし、それで濃厚になったサウンドのせいで、角パートの音色の輪郭が混ざってしまい、ただ単に重くて遅い音になっているイヤホンになってしまうことも結構ある、というかあった。最近は、中華 BA イヤホンの成熟とともに、それらの、とりあえず積んどけいっとけ精神で設計されたモデルが明らかに減ったから、2016年頃は、かなり爆地感の強いジャンルだったんだよな。さて、詳細なスペック表記などは、公式ページに任せよう。うちのチャンネルでは、ざっくりと、14台の BA を制御する、ネットワークボードが、他社より一味複雑なものになっている点と、まるでパックマンのステージか何かのような長い音響管構造がこの内部に収まっていて、それが最終的な音色に影響を与えている、ということだけ取り上げよう。いつだって一番重要なのは最後の感想だ。パッケージ内容は、本体、ケーブルに加え、2種類のイヤーピースと、大型のポーチ、それから、アフーのイヤホンにはよく付属する、メンテナンスロットも付いてくる。アフーのケーブルは、大体変えると良い結果をもたらすんだけど、今回も、仕様的には、後からケーブルを交換すると、その効果を確認できそうなスペックだな。ケーブルの仕上げ自体は良いし、必要十分なスペックでもあるので、そのまま聞き込んでも良いだろう。むしろ、バランスを崩したくない人にはそのまま使うのもおすすめだ。この価格帯のイヤホンを箱出しそのまま使う人は多くないと思うので、交換を前提にした方がいいかも。付属のイヤーピースは一般的な品質のもの、2種類付属するが、特徴的な要素はあまりない。ただ、このイヤホン、ノズルが特殊で、交換したイヤーピースによって相性があるかもしれない。レジンハウジングから、金属管が伸びているんだけど、この部分が、イヤピのノズルの先端まで、内部を覆うことで、イヤピのシリコンの振動を抑え、音色を変化させないようになっているぞ。イヤピを変えてもある程度サウンドが安定する反面、イヤピの先端まで金属の芯が入っていることで、装着感に違和感を覚える人もいそうだ。この大きさのイヤホンをネホンにしようと考えてる人はいないと思うが、やったら大変なことになりそうだな。と、外装等に関してはこんな感じ。非常に美しいチェルは言わずもがな、このイヤホンはフラットにピン端子だけど、レジンにうまく埋め込まれた端子の精度も良好だった。この価格帯のイヤホンの側に手落ちがないのは当たり前。あとは、音色がどんなものか、が重要だ。まず、前提として、アフー製のイヤホンは、先ほども触れた通り、内部の音響感と、ネットワーククロスオーバーによって、より自然なサウンドを目指す。ブランド内で一番ソリッドなサウンドを持つ、パフォーマー8を除き、高音域に強烈な分離感を持つモデルは少ない。また、フラット気味からかまぼこ感のある印象のイヤホンが多く、強烈な臨場感や分離感などの、カナル型イヤホンで感じやすい気持ち良さではなく、よりフラットでより落ち着いていて、しっかりと腰を据えて音楽を楽しむようなイヤホンが多い。このカンターも、周波数グラフを見るだけでも、高音域と低音域が強調されていないことがわかる。実際、聞いてみても、高音域にシャープさや、低音域の大きさなどは、強調されていない。ただ、バランスが良く、また、フラットなイヤホンでよく起きる、淡白すぎるサウンドや、強調された音がないイヤホンで起こりやすい、音の輪郭が損なわれるようなマイナスポイントがない。そう、マイナスポイントがない。これが、アフーカンターが、この価格になるほど調整されている要素だと思う。カンターの高音域は、優しめで聞きやすいが、決して丸いわけではなく、また、スピード感がないわけでもない。低音域も、音量としては落ち着いており、バスバス響くような重厚な低音域のリードは感じられないものの、しっかりと、距離を保った状態で響いているのは感じられた。ボーカル帯が相対的に目立つが、ただし、ボーカルだけが仕事をするわけではなくて、それぞれのパートが程よくなっている印象だ。ダイナミックドライバーでは、それでも強弱によって、一瞬各パートが優位になることがあるんだけど、カンターではそれも起きず、優雅になり続ける。ただ、このメリハリがないと、無感情な印象を受けることもあるんだけど、カンターの場合、そこで音色が淡白にならない。
複数の音色がフラットなバランスで同時になっていても、各パートの輪郭がぼやけず、情報量がしっかりと確保されているから、強調しなくても、しっかりと各パートの魅力を感じられるんだろう。空間表現も広め。もちろん、自然に感じる範囲。フル BA イヤホンで、密閉度の高いカンターだが、しっかりとベースと高音域に距離感を感じる。ボーカルは相対的に近いが、耳元で歌っているようなバランスでもない。これは、複数の楽器が演奏を行う、クラシックやオーケストラなどでも重要な要素で、各パートの距離感がしっかりとしていて、なおかつ、強調されるパートがないので、クラシックなジャンルの演奏全般で、より自然で強調されないサウンドが期待できるぞ。また、強調がないのに、しっかりと解像感があるので、聞き分けがしやすく、かつ音が変化させられていないので、変に主張しない、モニター的な用途にも最適だ。14BA のイヤホンというと、濃厚なサウンドの代わりに、解像感が犠牲になるか、あるいは、分離感を優先して、10BA オーバーの濃厚さがあまり感じられない。というバランスのイヤホンが多い。もちろん、それぞれ、その用途に特化しているので、それはそれで楽しい音ではあるんだけど、おそらく、本来 10BA 声の機種で求められている、バランス、分離感、臨場感、濃厚さの全部乗せ、という期待値は、このカンターが一番理想的に満たしているんじゃないかな。各パートを歪みなく、主張させすぎず、スルーさせずに、全部流せるがゆえに、カンターは10万オーバーなんだと思う。代表的なフル BA イヤホンいくつかと比較していこうか。KZK の最新モデルである、KZAS24、12BA 構成としては最安のモデルだ。AS24 と AS24 Pro は、各パートの濃淡や、ピークがある程度感じられる。また、中高音域や中低音域の表現で、カンターの方がはっきりしている場面がある。空間も、カンターの方がより自然に広いな。AS24K の、メリハリは、それが好ましい場面もある。対して、よりナチュラルでフラットかつ、情報量が多いのは、やっぱりどうしてもカンターが圧倒するな。キュイヤーズオーケストラライトと比較すると、オーケストラライトの方がより濃厚で、情報量よりも、音の厚みに重心を置いている印象。逆に、厚みだけではなく、分離感や解像度も持たせられている点と、空間の自然さでカンターが優れるな。広角とカンターが圧倒してるように聞こえるが、実際聞いてみると好みが分かれるのもオーディオの面白いところ。ただ、カンターのバランスは、なかなかこの価格になるまで出てこないので、やはり、価格に見合った進化、と感じることができるだろう。C オーディオ猫なんかは近いバランスなんだけど、あちらの方が低音域のパワフルさがあって、かつ空間が近め、同じようにバランスの良いイヤホン、とどうしても、聞き比べると結構印象が違った。より、近く、熱い温度感で曲を聴きたいなら猫がおすすめだ。同じヤフーのマジックワン。マジックワンは、1BA のドライバーを、いかに濃厚に鳴らすか、を目指したようなイヤホンで、このカンターと比較すると、やはりカンターの方が、自然な距離感、全体の解像感、分離感の全面で優位。シングル BA モデルは、むしろ制約の中で生まれる個性を楽しむものなので、14BA にコストまで全部乗せの豪華モデルと比較すること自体が間違いかもしれない。最後に、ヤンインのカーメン、近い時期に発売された、10BA モデルで、名前も C から始まると共通点が多かったので、比較している人も多いだろう。完全な別物だこれ。ヤンインカーメンは、ドライ感の強い高音域と、より沈み込む低音域を持っている、高音域と低音域が強調されたバランスで、フル BA らしからぬ臨場感と迫力が魅力のイヤホンだ。もちろん、丁寧な鳴りもある。カンターはそれと真逆で、高音域と低音域はほどほど、中音域含む全域が濃厚で、かつ、分離している、という、派手さはないが、聞き応えのあるサウンドだ。同じような価格帯のイヤホンでも、設計によってここまで印象が異なるのが、フル BA の面白いところだな。というわけで、カンターは、どちらかというと、強調が少なく、ピークを感じさせない、全体のバランスを重視したイヤホンで、なおかつ、14BA らしい濃厚さも備える。かつ、このジャンルのイヤホンで起こりやすい、各音色が分離しない、という印象のなさ、それから、音色が淡白にならず、情報量がしっかりと常に存在する点が、このカンターがカンターたるポイントだと思う。価格は張るが、人によってはベストイヤホンと感じる、10万円クラスは、そういうイヤホンが多く、このカンターも、その中の一つに数えることができるだろう。と、こんなところだな。アフーのイヤホンは、主張しすぎず、それでいて聞き応えのあるモデルが多いので、気に入っている人もきっと多いはず。すでに、新作のパフォーマー7の情報も出ているので、普及価格帯モデルとしてはそちらにも注目だな。と、言ったところで今回はここまで。